どうもこんにちは、なっちでございます。現在皆さんね、朝の4時が待ち遠しいんではないでしょうか。ゴッドフェスガチャがね配信されております。でこれまた貯めてね引いてもいいなと思ったんですけど、ゴッドフェスガチャってさ、別にゴッドフェス引けばよくねってなりません？大魔女デルカモガチャっていうのはメールでもらうしかないんで、そこでしか引けないんですけど、ゴッドフェスはさ、言うて課金すりゃ引けるやんと思った私、今回は、こちらゴッドフェスガチャを5回引いてダンジョン挑んでいきたいと思います。この方法はありかなと思ったんでね、何回もトライできますからね。しかもね、対象キャラよくわかりませんが、本当に無料でねいいキャラ出んのかっていう検証でもあります。1回目、ペルセウス。ペルセウスはね、烈系だからね、君ね、あまり向かないんだよね、あっちに。最新の状態がこれなんですけど、あ、でもウェイ3つにコンボ強化あんのか。割と悪くないね。意外と手応えはありそうです。じゃあコンボ系かキッパーがいいですね。貴属性お願いします、貴属性。2回目。うわー、すごい。すごいの来た。カースドラゴンとかさ、使ったことないと思うよ、多分。地味に神キラーはあるんですけど、覚醒がまあ少ない。降臨キャラって感じ。てか最近の降臨キャラよりよっぽどひどい。マルチプレイ時攻撃と回復2倍とか言っとるし、なんやこいつ。やばいな。多分これアイコンだけ見たら誰って思う人多いと思いますけど、まあ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 、嫌いじゃないよ、キャラとしては。いつもと一味違っていいですね。3回目行きましょう。ならアバロンとかが良かったな。ね、どうせ、Z 組なら。出ました、ゴーザンゼミオ。こいつは確か 7×6 にできるんで、嘘です。違いました。ただ厳しい条件でした。非属性の HP が 1.5 倍なんでリーダーではないかな。4回目行きましょう。ちょっと渋いぞ。渋いぞこれ。クレイモアはやばいやろ。非属性が 3.5 倍。いやーしんどいね。クレイモアこっちでもいいかなって思っちゃったね、一瞬ね。キラー入るし。悪くないよな、正直。武器で使うのもなんかそんな悪くない気がしてきた。さあ、ラスト行きましょう。ダイヤ。出ません。お！ここでメイメイちゃん来ますか。これリーダーはメイメイかな。メイメイリーダーで、ペルセウスは確か秘密を変換するんで、非常に相性がいいと。はい、じゃあ育成してからまたお会いしましょう。ちょっと、勝てるか怪しいパーティーではありますがね、なんか知らんけどこの辺限界突破するんですよ。特にお前、超覚醒もないのにするな。アバロンはあるんだよ。なんでこいつはないの？かわいそうじゃない？覚醒4つだし。さすがにかわいそうだよね。レアリティ一緒だしね、だって。さあ、3挑みましょう。で、パーティーというかそのフレンドですよね。フレンドさんね、今同リーダーでメイメイ確認できなかったんで、何かしら相性のいいキャラクターを探したいんですが、ロミアちゃんとかどうですか？火が必要でしょ？あ、でも火が必要なのか。今回三成をつけてきちゃったんで、三成が活かせるキャラクターにはしたいですね。コマさんにしたいと思います。もうカーストラゴンは知りません。もう知らん知らん知らん。彼はいなかったんや。ほら、もういなかったことになったじゃん、今。かわいそうに。でもカーストラゴンだからさ、もともとね、いないようなもんなのかな。よくわかんない発言でしたね。さあやっていきましょう。追い打ちはね、ゴーザンゼが持ってます。で、ペルセウスもね、あ、ペルセウスは違うか。ペルセウスも一応超覚醒でつけることが可能でした。待って、光がない、このパーティー。やばい。今気づいた。操作時間短くないってか。大丈夫？いろいろやばい。光がなかったのか。そうか、回復でもいいと思っとったんですけど、メイメイちゃんどうやら3色かららしいんで、勝手に僕が勘違いをしておりました。まあでもそこそこね、火力は出てますよね。コマさんに頼り切ってるとこありますけど、やっぱいいよね、コマさんね。玉ドラフロアです。貫通していきます。いいね。今んとこいいね。全パラ、まあ、全パラでもいいわ。
全パラならさ、ちょっと優しくしてや、相手をな、よろしくな。そういうのあったら嬉しいですよね。全パラなら敵が弱いよみたいな。ドラキラなら敵強いけどキラ美味しいよみたいな、そういうの欲しいな、このパーティーに関しては。よし、貫通ペルセウスかな。おい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 、ないんだって、回復ないんだって。困りましたね。ペルセウスを使っちゃいたいと思ったけど、それはさすがにしたくない。三つ成が優秀すぎますからね。磨きましょう。そして削ってみましょう。多分いけるよね、根性まで。よしよし、火力は十分だ。問題は後半の欠損かな。後半の欠損とこの絶妙に短い指ですかね。周遊さん突破。倒せるんかい。後半は火属性3人なんだね。でまさかのメイメイ対決と。で毎度恒例、ここに第一の壁がね立ちはだかります。この動画の一番の壁ですよね、ここはね。トラトラで貫通狙いましょう。まあ火がつながるからいいか。でもウェイとかにした方が良かったかな。どうかな。これ倒せなかったらまずいよ。おやおやおや、三つ成コースかな、使いましょうか。三つ成はね、やはりこの半減が強いんで、後半で連発したかったんですけど、ここが倒せんかったらな、後半に行けないからな。待って、5個繋がってない。もう1ずつ削るか。よし、やっと突破です。意外と耐久力はね、あるみたいです、このパーティー。やっと覚醒フロアか、長いな。弱くはないんだけどね、すごい時間かかりますね。メジェリュージョン。ちょ。持ち込んなし、火属性が 1.5 倍、8コンボ。このパーティーは繋げないといけないんですけど、ここで耐えたいな。カーストラゴンさん、あなたまさか自動回復を持ってますね。神キラーもあるしな。なんか、割といいとこもらってんだよな。いいとこもらってるだけに残念。火のウェイがすごい。17回。突進。いいですね。まあ、ドラールぐらいは倒せますよ。どっこらしょい。で、この辺からちょっとめんどくさいキャラクターが、まあ、そんな気はした。久々に来たね。まあ、でもありがたいよね。何もスキル使わずに突破できますから。むしろスキル溜まるしね。ありがたく突破させていただきます。でグリザルのまあ毒はどっかで消しましょう。ジンもあるし、消せる可能性は全然あります。ワンパンでお願いしたい。7コンボ入ればね。いけないのか、そこ行って欲しかったな。ウェイが欲しかったかな。この辺から敵の引き大事だよね。ヘラチューンはまあ最悪ではないけど、ちょっとその目覚めがやっぱりめんどくさいね。あーでも木の落ち込み入った。倒せそう。倒せます。でここで木が欠損していく。スリーディア、スリーディアならまだ使いません、変換は。そうか、さっきあれか、コマさんは二色人で闇がないから火力電化ったのか。今気づきましたね。この時間差。
で、これ木がなくて積んでるんで、もう使うしかないっす。使います。そういうことね。そういうことだったのね。なんで火力出ないのかなってずっと考えとったわ。やりすぎじゃない？ほっときたかったよ、むしろ。さあ、22回。ヘラ。まあ、これは三成使っといてよかった可能性若干ありますね。ダメージが減らせた可能性がありますから。可能性というか減らせましたから。レーダー流まで来ましたけど、正直勝てる気がしません。おっと、ゼウドラはちょっとさ、いけそうじゃない？ゼウドラ来たか。これさ、これ使って、で、エンハンスはまだ使いたくないな。エンハンスもありかなと思ったけど、カーリーのこと考えたら使いたくないんで、一旦殴ってみたいと思います。どうよ。まあまあいいんじゃない？まあまあいいね。天空の試練入ってる？これもしかして。入っちゃってるか。しかも弱点になっちゃったか。それは怖いし、このパーティーで間に合う気がしないんで、パズルがね。一旦ここはトラトラ消化しながら、ちょっとだけダメージ与えるっていう作戦でいきましょう。おっと、闇が消えていく。それはまずい。ほら。ほら、もうそれはうんちだって。それはうんちの盆踊り。いけそうだったのにな。今のはいけそうだったよ。落ち込む先輩が悪いよ。100。100悪い。ってことでめっちゃ積んでた吸収無効は使わなかったし、なんかコマさんのアシストをミスったし選択。いろいろね。いろいろ不備がありましたが、最後は落ち込んに負けるっていうね。はい、終わります。以上、ナッツでございました。バイバイ。